国は、証明支援システムの一つ。国の核は、プログラミング言語ゴジェナを用いる。フランス国立情報学自動制御研究所の PyR2 チームが、エコールポリテクニーク、フランス国立工芸院、パリ第7大学、パリ第11大学と共同して開発している。ヒューゴ・アーバリンが事実上の開発代表者である。国は、カルキ・アラス・オブ・カンストラクションスという。 高品型システムに基づく。正しい証明は正しく型がつく、ラムダ式であるというカリー・ハワード同型対応を利用しているので、国の証明言語は型付きラムダ計算の一種である。1991年以降国が用いているカルキアラス・オブ・カンストラクションスの編集は、クリスティーン・ポーリン・モーリングによるもので、機能的構成を直接含み、 カルキアラスオブインダクティブ・カンストラクションスという名前がついている。コクにはがある。加えてコクには照明の自動化機能が増えている。中にはオメガ・タクティクというものがあり、プレスバーガー産術の大部分を決定できる。国の最大の達成の中にはがある。国は GNU ・ LGPL ライセンスで配布されているフリーソフトウェアである。 ジョルジュ・ゴアンチへのチームがスリフレクトというコクの拡張を開発している。拡張はリフレクション用の機能にとどまらず、コクの多くのタクティックの改良版を提供する上に、照明の保守性を高めるコーディング監修も含んでいる。スリフレクトの機能には下のようなものがある。スリフレクトはサシール B とサシール -2.0 でデュアルライセンスされていて自由に利用できる。 スリフレクトの最新版は国8.4条で動く。ありがとうございます。